前回の龍が如く7。皆さん、こちらは孫飛、我がコミジュルの総帥です。あの胸ポケットの、やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。秋葉翔一は俺の弟だ。じゃあ、とどまりにします。やってやるよ。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたね。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女、出ないと痛い目見るよ。シュゲートサングラス、ちょいったんのキジマ。あららららら、あららら、ら、おこちゃん。話を恨まないで。ほら、かかってこいよ。私の番で。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっちゃって、よいしょ。 OK。 俺の番だな。やっちゃって、よいしょ。どうするかね。とどめ、お願いします。お願いします。ありがとう。ほら来いよ。あとお見抜けだ。ダイン。はいはい、お願い。はい、とどめ。バリッチがバリオ。くそ、よう、ナンバ、なんだ、体のしびれはもう動けそうか。なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでいる。動けるうちにあんた行け。でも悩んでる暇はねえ。行け。でもお前ら、なんとかする。それにあんたが生き残ってなきゃ、弟さんの行方は誰が追うんだ。俺は弟を探すために、それを隠してお前らを巻き込んで。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな。一番でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツ、っていうか気持ちは同じだって。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番、しつけ、早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、総一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。拾ってるんじゃねえよ。相手にならないんじゃない。俺の番だな。孫飛さんはまあでもまだ見てるだけなんだな。よし、行くぜ。お願いします。よいしょよいしょ。当たってない。私の番ね。まあいいや。お願いします。 OK。 ザコが、なんかやろう。
なんか連続斬り、連続斬りねえか。そうか、いや、よいしょ。あ、ごめん、おお、かわすね。お願いします。いや、はい、はい、とどめお願いします。ありがとう。お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。彼に？ハン・ジュンギ、まだやんのか。あらった、ナンバヌン、イジンチョエソ、パンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くっ。やったね。お前たちは、自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、異人町は無種の地となり、瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ。でもそれってクリーンな町になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんた、ナンバーを探し続けるつもりだ。当たり前だ。ナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて、必ず奴を見つけ出す。見つけて、どうする？もちろん、殺す。どうしても？当たり前だ。じゃ、俺らも、やるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り、俺らもナンバを助け続ける。じゃ、あとはお互いの根比べだ。どっちが先に値を上げるか、楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も、分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そう向きにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもらえねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスナ。はあ？今夜2時。中華街の平安楼本店に来い。お、平安楼。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すもその人間次第だ。なんだと？遅れるなよ。え、まさか。平安楼で何があるってんだ。さあな、俺にわかるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああ、なら、それまでに調べときたいことがある。何？ナンバー、ホームレスになりすまして半年間、コミジュルを探ってた。そういう話だったな。うん、ソンヒはそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバーの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていれば、コミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか。ちょっと、今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。ほう。行こう。お、あ、どうもこんにちは、あたりです。龍が如く7プレイ実況続きです。さあ、
コミジルから出てまいりまして、これから難波のねぐらに戻るところです。一旦休憩させて。さて、絆ドラマ見ていこうか。足立さんよ、これで3回目になるのかな。よ、足立さん。よ。おう、春日、一緒に飲もうぜ。今日は俺がおごってやるよ。お、どうした？お、珍しく景気がいいじゃねえか。今月の送金も無事に終わったからな。マスター、とびきりうまくて驚くほど安い酒くれよ。ねえよ。足立さんはかつて冤罪で逮捕された久住の息子、たかし君に毎月お金を送ってるんだったな。無事にたかし君に送金できてよかったな。それに今日はこいつが届いてよ。お、たかしからの手紙だ。これが月に一度の俺の楽しみでな。おお、よかったな。もう読んだのか。いや、これから開けるとこだ。司法試験合格の知らせが書いてありゃいいけどな。早速読んでみようぜ。山田様へ、今月もお金を送っていただき随分なお手紙が届いたな。笑うところか。山田さんって名前がな。仕方ねえだろ、俺は資産家の山田を名乗ってんだから。ほら、続き読むぞ。僕は今年の司法試験を間近に控え、慌ただしい日々を過ごしております。だってよ、司法試験はこれからなのか。今年こそは頼むぞ、高志。続きはなんて。突然ですが、山田さんにご相談があります。先日僕が自転車に乗っている際、止まっていた車のバンパーをこすってしまいました。それはとても高級な車らしく、車のオーナーから100万円の修理費を請求されました。今の僕にとてもそんなお金は用意できません。山田さん、どうか貸していただけないでしょうか。弁護士になった暁には必ず返します。だってよ。っておい、どういうことだこれ。随分古典的な手を使うな。100万？俺に100万なんてあるわけねえだろ。そもそも気軽に貸してくださいなんて額じゃねえぞ。んなこと言っても、たかし君は足立さんを資産家だと思ってんだろ。そりゃそうだけど、現実の俺は金なんてねえしよ。どうすりゃいいんだ俺は。じゃあ俺が貸してやるよ。とりあえずいくらかは俺が貸してやるよ。おお、助かるぜ。いくら貸してくれる。3万くらいならなんとか都合できるからよ。残り97万か。お前の優しさはありがたいが、根本的な解決にはならねえな。100万円か。どうしたものか。ん？あれ？どうした？ちょっと冷静に考えてみろよ。バンパーの修理に100万ってのは、いくらなんでも高すぎると思わねえか？確かに安い軽自動車が買えちまうな。ひょっとするとこいつは詐欺の可能性もあるぜ。詐欺？なあ、わざと狭い路地に車を止めて誰かが擦るのを待つんだ。そんで言いがかりをつけて金を踏んだくると。確かにありえるな。たかしは勉強ばかりして世間知らずなところがあんだ。車のことなんて何にも知らねえだろうしな。そこでだ、足立さんが車のオーナーに直接会うってのはどうだ。示談交渉って名目だよ。なるほど。なるほどな。そんで相手が詐欺だったらこっちのもんだ。力ずくで修理費を取り下げさせてやるぜ。春日に相談して正解だな。サンキュー。いいってことよ。早速高志に手紙を書いてオーナーの連絡先を教えてもらうよ。ふふ。なんとか大事にならずに済みそうだ。でも完全に安心するには早いぜ。なんでだよ。世の中には信じられねえくらい高い車もある。高級スポーツカーの限定モデルなんかには何億って金額のやつもな。もしも高志君がこすった車がそんなのだったら、バンパーだけで100万円ってのも詐欺じゃねえかも。待て、そんな車めったに見るもんじゃねえ。絶対詐欺だ、間違いねえ。あんまり楽観的に考えるなって話だよ。楽観的？
ポジティブ思考って言えよ。どう違うんだ。嫌なことは酒を飲んで忘れるぜ、まあまあ、マスター強めの酒をくれよ。つけて頼むよ。うまくいきゃいいけど、なんとなく嫌な回す投げがするな。そうだな、僕もそう思う。たかしが詐欺をしてないことだけは、願っておこう。さて、難波のねぐらに来ましたよっと。おお、そんな子を連れてくる場所じゃないんだがな、ここは。村長、難波はどうした？一番あのちょっとトラブルがありましてね。それで、あいつの持ち物を調べたいんですが。仲間の荷物を勝手に漁るのか？ナンバーを助けるためなんです。ご理解ください。そうか。なら何も言わ。何見とんじゃ。調べたらすぐに出てきますから。さて、何が出てくるだろうね。なんだかもう懐かしい感じだな。ここだ。っていうか、汗？カビ？何なのこの匂い。おう。ああ、なかなか強烈だな。何かねえか。難波の行く先の手がかりになるのも。ねえ。あの中とか。あら、怪しい。パソコン？ノートパソコンか。普通ホームレスが持ってるもんじゃねえ。ビンゴだな。そうなのか。どうすりゃいいんだこれ。何も映ってねえけど。大丈夫、私が開いてみるから。ん？開く。そう、起動させてみるわ。うん、起動？ちょっと。いいから黙って見てなさい。俺は苦手だ。黙って見てよせ。さっちゃん、こんなの使い方わかんのか。まあ、店の経理なんかも PC でやってるからね。尊敬した。はい、よろしくお願い申し上げます。いきなり怪しいファイル発見。偉人帳案件仮原稿だって。まんまじゃねえか。ファイルの中身を開いてみたいな。あ、あんたもパソコンわかんのか。ああ、さすがにお前よりかわかってるさ。なんだよ、裏切り者。雑誌用に返した記事かな。作成者は秋葉翔一。お、秋葉翔一、難波の弟だ。ああ、偉人帳の裏社会ですられ続ける謎の偽札、噂の真相に迫る。民事党幹事長荻窪豊か。はあ。おい、ここ見ろよ。初めて偽札の噂が立ったのは50年以上前だとさ。古い資料を丹念に調べられてきたってことか。優秀じゃねえの、難波の弟くん。ねえ、これ本当かな。作られた偽札は与党の重鎮にも流れてたって書いてある。ん？与党の重鎮？名前は民事党の荻窪幹事長か。まあ確かに荻窪の地元は横浜だが、そんな大物が。まさかな。ここあれじゃん、老人ホームじゃん。荻窪豊か。どういうやつなんだ。おう。民事党の長老だ。年齢ももう80は過ぎてる。とはいえ、今の総理も荻窪の言いなりだって評判だ。発言力が絶大ってことだな。いわゆるフィクサーって感じよね。なんだかうさんくさそうにしか見えねえけど。いや、大物の政治家にありがちなダークでスキャンダラスなイメージとは程遠い人物だ。だからこそ政治家として息が長く続いてるんだろうがな。でも仮に偽札が荻窪に流れてんなら、コミジュルは荻窪とつながってるってこと？あの性悪孫妃とも？だとしたら、コミジュルだけじゃなく、ハンピン・リューマの蝶も関係あるかもな。あいつも原料の紙を提供して偽札作りに噛んでんだろ？ただ、正直記事の中にはこれといった根拠が見当たらねえな。ああ、つまり荻窪がどうのってのは噂話にしかなってねえ。ええ、確かにね。この記事を世間の人間が読んでも根拠がない以上、偽札の件も荻窪の件も単なるゴシップ記事にしか見えないかも。でもさ、
実際私たちは偽札の存在を確認したわけじゃない？だよな。ってことは他の件に関しても全て嘘とは言い切れねえってことか。でもさすがに荻窪と偽札のつながりは無理があるんじゃねえか。そうか。そう、え、何？どうした？どうしたの？そもそも難波は弟が書いたこの記事の内容を全部知ってたわけだよな。だから俺のポケットから出てきた片面だけの偽札を見たとき、あの時はすっとぼけてたけど胸の中じゃ穏やかじゃなかったんだ。きっとそうね、弟さんが追ってたことが噂話じゃなくて本当かもって思えた瞬間だもんね。多分希望も捨てた瞬間でもあったはずね。だからずっと俺の近くで探りを入れてきてた。くそ、もっと早く気づいてやれれば。一番は何も悪いことしてないよ。で、お前の持ってた偽札、コミジルの女に取られたままか。孫悲が持ってるままだ。次に会ったら返してもらうか。素直に返してくれる女がね。とりあえず新しく分かったのは荻窪の名前だけね。なんちゃんが今どこにいるかの手がかりはなし。残念だけどね。待ち合わせの時間は2時だったな、もう平野路に向かった方がいい。もしかしたら孫悲が平野路で会わせたい人間って荻窪か、政治家か。まさか。いやでも平野路、でも平野路っていう名前にはね、やっぱりこっちとしてもゆかりがあるわけじゃないですか。場所どこ？遠い。タクシー、タクシーは近くにある。カムロ町でね、北京ダークを旅に行ったのはやっぱ平安路じゃないですか。どちらまで平安路だったよね。やだ、ちょっとなんか自信なくなってきた。平安路だったと思う。それでは平安路だったらいいな。ここでおやすさんに会うっていう可能性はないかな。さすがにどうだろう。一応さ、近江連合の幹部になってるわけじゃないですか今。で、横浜で姿も見て、見てないね。見てないね、姿をね、見てないです。あれ、いや、見てない、見てない。どうも、どうも時系列がごっちゃになってるな。足立さんと一緒に、おやすさんを見たのは無所から出て神室町に戻ってくる途中の話だったんだな。そうだそうだ、その後に横浜に来たから。おやすさんが横浜にいるはずはない。よし、おやすさんはいない。平安楼か、随分な高級店だな。飯くらいおごってくれんのかね。ご飯食べに来たんならドレスコード的にその格好は NG ね。え、なんでだよ。それに入り口に書いてあったわよ、ヤクザの方および元ヤクザの方の入店は現金です。マジか。マジか、冗談に決まってんでしょ。それにご飯食べに来たわけじゃないでしょ。普段こういうこと来ねえ、こういうとこ来ねえんだからからかうなよ、まあ、俺は、俺の格好はどうかな。そうね、まあ一番と同じくらいダメね。やっぱり着替えてくるべきだったから。ちょっと、だからご飯食べに来たんじゃないんだってば。よし、とりあえず行ってみようぜ。あ、ちょっと待って、ここ、え、ここあれじゃん、本当にここだよな。オープニングでさ、誰もいねえじゃねえか。そんなビビった声出さないでよ。怖いの？元刑事でしょ。直近は何年も教習所員だった。足立さんは怖いんだよ。高級店ってのが苦手なんだろ。まあ定食屋が専門なんだな。何よ、情けないわね。すまん。時間通りのご到着ですね。でも皆さんはもうお待ちですよ。皆さん、別に遅刻じゃねえんだ、謝る気はねえよ。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえ、あの方たちをお待たせしていることはお伝えしておこうと思いまして。あの方たち誰なんだ。ピンとこないな。さあどうぞこちらへ。ご心配なさらずに、春日さん、今ここに危険がないことはこの反順義が保証します。さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても
信じらんねえな。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで。肉の壁の外なんだ。入りなさい。孫妃の声ね。だな。え、マジか。いや、春日くん、元気？超。それに、何？あのおじいちゃん誰なの？変わらん。やつは星野竜兵、青龍会の会長だ。ということは、じゃあこの3人は偉人さんのトップだ。ああ、偉人さん、そのトップ全員が、その3人が肉の壁の外で。カズナよ、これは一体どういう状況だ。全く話が読めない。